実況パワフルプロ野球。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するライオンズの先発は右の田畑、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の原樹里マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは金子。第9球打ちました、ファウルボール。第2球完全に外れた、ボール。第3球を投げました、打った、ファウル。第4球を投げた、真ん中、空振り三振。バッターは2番源田。第9球打ちました、ファウルボール。さあ次の投球投げた、これは当たってくれません、ストライク。第3球を投げた、打ちました、ショート右、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番秋山。第9球初球空振り、1球目空振りから投げた、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打った、ファール。次は4球目投げました、低めボール球打った、ショートの左アウト、スリーアウトチェンジ。原樹里今日は上々の立ち上がりです。ライオンズ無得点で終了です。右の田畑マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。一回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは坂口。第9球投げました、初球スライダー空振り、変化球にキレがあります。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、ライト前に出る、ヒット。坂口ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第9球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、取りました。坂口打球を確認して三塁へ向かう。ライオンズなおもピンチが続きます。右バッターボックスは4番バレンティン、緊迫した場面が続きます。第9
初球見送ってストライク。第2球投げた。もう投球はこれから3球目。内角高め見送ってストライク。追い込んでから投げました。もう外角低め。第5球投げました。変化球空振り三振。さあリプレイです。田畑ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。1回の裏が終わりまして、ライオンズ立ち上がりを無得点に。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは山川。投げました。初球空振り。初球空振りから投げました。またも空振り。バッター追い込まれました。第3球は145キロ直球、空振り三振。山川3球三振に倒れました。第1球投げました。内角へストライク。さあ次の投球投げた。アウトコース空振り。追い込んで第3球を投げた。流し打ち村上、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは6番殿崎。第1球もう第2球インハイ見送ってストライク。第3球を投げた。打ちました。原樹里掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズ結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の表が終わってライオンズ無得点でしゅ。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは雄平。第1球初球空振り。キレのある変化球打ちました。殿崎ボールを掴んだ。一塁送球、記録はヒットになりました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球雄平スタート。これはストライク。キャッチャーにこれは悠々セーフ。盗塁を許します。1球目空振りから投げた。インハイへ変化球ボール。振り返って二塁牽制球。第3球を投げた。ストライク。第4球を投げました。おっとスリーバントだ。ピッチャーの左へ転がした。ピッチャーから一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。第1球投げました。ストライク。タイミング合いません。第2球投げました。ストライク。タイミング合いません。投球は3球目投げました。打ちました。さあ犠牲フライになるか。抑えた。タッチアップからホームへ向かう。三塁ランナーホームイン。スワローズ先制。1対0。バッターは8番中村。第1球初球空振り。第2球見送ってボール。第3球を投げました。決まってストライク。追い込んでから投げた。インコース空振り三振。三振に仕留めました。2回が終了しまして1対0、ライオンズ先制点を奪われています。3回の表、1点を追いかけますライオンズの攻撃。先頭バッターは中村。投げた。初球から打ってった。村上バックしていった。レフト前ヒット。中村いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球スライダー見送ってストライク。第2球ストライク。早くも追い込まれています。追い込んで第3球を打った。ショートバウンド取った。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ツーアウトランナーなくなりました。第1球投げた。打ちました。初球打ち右中間へのフライですがライト前進。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0、スワローズ1点リードは変わりません。9
スワローズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー原樹里。投げた、ストライク。第2球、内角高めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、低め、空振り三振。田畑ナイスピッチング。打順は1番に帰って坂口。第1球投げました、ストレートはボール。第2球、危ない球。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。次が4球目、投げました、決まってストライク。ここは1球見ました。第5球投げました、スライダーはストライク。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。坂口ナイスバッティングです。バッターは2番青木、これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、見送ってストライク。まずは決めてきました。一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、流し打ち、ファウルボール。さあ5球目、見逃し三振。バッターは3番山田。第1打席はセンターフライに倒れています。第1球投げた、ボール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、ファースト飛びついた、ファール。さあ5球目、打ったいい当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、ワンバウンドヒットになった、ライトからセカンドへ。スワローズ1点入りました、2対0。では改めてビッグデーをご覧いただきたいと思います。さあこのピンチで迎えるバッターはバレンティン。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、初球はストライク、変化球にキレがあります。投げました、会心の当たり、三塁線、惜しくも切れてファール。投球は3球目、投げました、打った、掴んで、これで3アウトになります。3回の裏が終わりまして2対0。田畑この回さらに1点を失いました。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは金子、今日の第1打席はスイングアウト。初球を打ちました、山田取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、打ちました、当たり、そこでのセカンドゴロ。山田ボールを取る、ボールはファーストへ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番秋山。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球、初球を打った、取って、これで3アウト、チェンジ。ライオンズ三者凡退に倒れました。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは雄平。第1球投げた、決まった、ストライク。第2球打った、センター前に出る、飛びついた、これはヒットになります。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。雄平いいバッティングを見せました。左バッターボクサー6番村上。ただピンチの場面でどういう投球をしてくるか。ライオンズピッチャーを変えてきました。田畑降板、右のマーティン、今日2人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。
球投げた。初球送りバント、これはピッチャー正面に転がる、アウト。ランナー三塁に進みました。ライオンズなおもピンチが続きます。第9投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ。ヒットになったでしょうか、完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。右バッターボックスには中村、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第1球初球空振り、第2球投げた、打った、痛烈な当たり、レフト掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、スライダーボール。第2球投げました、サークルチェンジ決まってストライク。第3球インサイド見送ってストライク。さあ4球目ボール投げました、打ちました、ライト前に出る、ヒット、ボールが点々と転がっている。バッターランナー一塁兼パス蹴って二塁へ、原樹里ツーベース。ここまで2安打の坂口。第9球内角高め、外れてボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、ストライク。次が5球目、投げた、打ちました。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げた、高め、空振り三振。4回までが終了しまして4対0、ライオンズさらに2点を奪われています。5回の表4点を追いかけますライオンズの攻撃。この回のトップバッターは山川、今日の第1打席はスイングアウト、初球から打ってった、一塁送球、原樹里取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9球真ん中にストライク、スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、流し打ち、村上掴んだ、一塁送球、記録はヒット、記録はヒットです。第9球投げました、危ない球。第2球、2球目空振り、投球は3球目、投げました、ストライク、少し迷ったか。次は4球目、投げました、打ちました、ファールボール。さあ投球は5球目、打った、第6球を投げました、打ちました、ファール。第7球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げた、外角低め、フォークは外れてボール。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、ライナー破った、ボールは中継、中村いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9球投げた、ストレートはストライク。第2球投げた、このボールも空振り、147キロストレート。投球は3球目、投げました、見送ってボール。さあ4球目、打った、い当たりだ、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム、木村ナイスバッティングです。ライオンズなおもチャンスが続きます。ピンチヒッターはメヒアに変わりまして、メヒア背番号。第9球打った、流し打ち、ライト前のヒットになります。ライオンズようやく1点を返しました。
先ほどのプレーです。さあ、ツーアウト満塁という場面で金子、今日は三振とセカンドゴロ打ちました。初球打ち破った、レフトバックホーム、ライオンズ点差を2点に縮めました。金子タイムリー、初安打。さあリプレイです。左バッターボックス2番源田、今日はショートゴロとセカンドゴロ。初球を打ちました、三遊間の当たり抜けた、ライオンズさらに1点を返しました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ、ツーアウト満塁という場面で秋山、大きな声援が届いています。投げました、流し打ち、どうだ、打球はレフトの左へ、ファールボール。投球これから2球目、打ちました、痛烈、入れば逆転だ、打球はそのままレフトセンター見送った、ホームラン、逆転、満塁ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、完璧に捉えました。秋山、ここぞの場面でこの一発、ライオンズ見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。ここで打者一巡したバッターは山川、今日は三振とファーストゴロ。投げました、初球を打った、一二塁間、一塁へ送る、原樹里取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって7対4、ライオンズこの回逆転に成功しています。ピッチャーを交代します。マーク降板、右の増田、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。スワローズこの回は2番からの好打順、先頭バッターは青木、第9球投げました、高めに送ってストライク、1球目ストライクから投げました、真ん中ストライク、これで追い込みました。投げた、打ちました、殿崎交代、センター前のヒットになります。青木、いいバッティングを見せました。バッターは3番山田、第9球投げた、見送ってストライク、第2球投げた、縦のスライダーボール、第3球を投げた、打った、ライト前進、木村取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球決まってストライク、まずは入れてきました、第2球投げた、もう投球はこれから3球目、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール、投げました、渾身のストレートを見逃す三振。左バッターボックスは5番雄平、第9球投げました、初球から打ってった、ショート正面、アウトです、二塁フォースアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー青木残塁に終わりました。5回までが終了しまして7対4、ライオンズ3点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは森、第9球ボール、第2球内角ボール、第3球決まった、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、流し打ち、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番殿崎、今日はピッチャーゴロと三振。投げました、打ちました、初球打ち、一二塁間への当たり、原樹里取ってアウト、
これで2アウト、ランナーありません。リプレイをご覧ください。バッターは7番中村、今日3打席目。第9球ボール。投げた、完全に外れた、ボール。投球は3球目。投げた、空振り。第4球を投げた、打った、流し打ち。坂口下がっていった、ヒット、ライト前ヒットになった。中村ナイスバッティングです。右バッターボックスは木村。第9球投げた、初球打ってきた、クリーンヒット。打球が転がっている、ボールは中継。木村いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げています。第9球投げた、初球を打ちました、ファールボール。投球これから2球目。流し打ち、どうだ。坂口ボールを掴んだ。坂口そのままベースを踏んで3アウト。結局2者残塁です。6回の表が終わって7対4、ライオンズ現在3点をリードしています。6回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは村上。第9球投げました、高め決まってストライク。まずは決めてきました。投げました、打った、ファール。投球はこれから3球目。高めボール球打った、ショートダイビングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。バッターは7番広岡、今日3打点を挙げています。第9球投げました、初球決まってストライク。まずは入れてきました、高速スライダー見送ってストライク。追い込んでから第3球を高め、ストレートは外れてボール。次は4球目、投げました、見逃しの三振。バッターは8番中村、今日は三振とレフトフライ。投げました、初球を打った、鈍いゴロ。源田取った、ショートから一塁送球、アウト。3アウトチェンジ。増田この回きっちりと3人で抑えています。中盤まで終了しまして7対4、ライオンズ3点リードは変わりません。原樹里降板、右の大下今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球投げた、初球から打ってった、センター前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。第9球投げた、ボール。第2球投げた、ストレートはボール、インコース低め。投球は3球目、投げた、3球目空振り、タイミング合いません。投げた、4球目空振り、少し迷ったか。次は5球目、投げました、流し打ち。村上バックしていった、ヒット。源田一気に二塁へ、源田挟まれた、一塁タッチセーフ。源田ナイスバッティングです。バッターは3番秋山。第9球打ちました、初球打ち、ヒットになります。ボールは中継、秋山いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9球初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球、これも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、ボール。投げました、スプリット、見逃し三振。大下降板、マウンドに上がったのは中尾。今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げました、ボール。まずは外角高め。第2球インコース低め、ストライク。第3球は3球目空振り。スワローズここは引っ張りに警戒します。投げました、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト、ランナー1塁2塁残塁。7回の表が終わって7対4、ライオンズスコアボードに0が入ります。代打は大引き。第9球初球落ちるスライダー、空振り、少し迷ったか。投げた、危ない球。第3球を投げた、低めストライク、追い込んでいます。さあ4球目、外角高め、見逃し三振。
打順はトップに帰って坂口、今日はここまで3打数2安打1三振。初球見送ってストライク。第2球投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ、破ってった。坂口ナイスバッティングです。バッターは2番青木、今日4度目のバッターボックス。第9、高速スライダーボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、直球見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は5球目、打った痛烈な当たり、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。大引き降板、ここでマウンドに上がったのはハップ。今日5番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9、打ちました、切れていきます、ファール。第2球決まってストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、直球、空振り三振。外崎、全くタイミングが合いません。第9、投げました、初球を打ちました、ライトへ持っていった、ヒット。中村、いいバッティングを見せました。なんと4打数4安打。真ん中にストライク。第2球、これもしかし空振り、バッター追い込まれました。第3球、打ちました、いい当たり、クリーンヒット。木村、ナイスバッティングです。今日これで4打数の3安打。バッターはピッチャー増田。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、水口。第9、投げました、アウトコース高め、直球は外れてボール。第2球投げました、空振り、投げました、打った、流し打ち、バントシフトの間、セカンドフォースアウト、セーフ、ゲッツーは免れました。第9、投げた、真ん中にストライク。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ボール。次は5球目、ストライク。さあ6球目、ランナースタートを切った、三振。8回の表が終わって7対4、ライオンズ無得点で終了です。ライオンズピッチャー交代です。増田降板、右の平井、今日4番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。スワローズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは山田、今日はここまで3打数1安打。第9、投げた、外れた、ボール。第2球、決まってストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク、追い込んでいます。投げました、打った、い当たりだ、セカンド飛びついた、破った。山田、いいバッティングを見せました。バッターは4番バレンティン、これが4度目のバッターボックス。第9、投げました、決まってストライク。第2球、投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが、ライト下がった、木村掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、投げました、初球はストライク。第2球、投げました、ボール。第3球を投げた、顔の前通過。第4球を投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが、ランナー一塁に戻ります、掴みました。
これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げた、初球打った、当たり損ねのファーストゴロ。山川一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー山田残塁に終わりました。8回の裏が終わりまして7対4、ライオンズ3点。さあいよいよ最終回、先頭バッターは源田。第9球投げた、初球引っ張った、ファーストの横、坂口そのままベースを踏んでアウト。バッターは3番秋山。第9球カットボールはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球真ん中ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、チェンジアップ、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは4番山川、これが5度目のバッターボックス。打った、村上交代、ファールボール。1球目ファールから投げました、カットボールはボール、外角高め。第3球は空振り。第4球を投げました、真ん中空振り三振、バットが空を切りました。最後は空振り三振に倒れました。9回の表が終わって7対4、ライオンズこの回の攻撃は0で終わって、バッターは代打上田に変わりまして、上田背番号50。第1球投げました、初球決まってストライク。第2球決まったストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、内角ボール球打った、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは西浦、スワローズ代打構成に出ます。第9球シュートはボール、まずはアウトコース高め、投げた、危ない球。今季は3球目投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、センター方向へ持っていきましたが、秋山取りました。ライオンズ勝利目前。右バッターボックスは9番大引き。ライオンズここは何としても抑えたい場面、投げた、インコース高めいっぱい、ストライク。初球ストライクから、第2球ストライク。さあいよいよあと1球、外角シュート、見逃し三振。嫌い3球で仕留めてみせました。ライオンズ見事勝利です。さて本日のヒーローは秋山、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対4、ライオンズ勝利しました。勝利投手はマーティン、敗戦投手は原樹里、そして西武は平井。ライオンズ今日はいい戦いを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。
ー